幻じゃないぞ、本物だ。イルミナスのやつはいつの間に修理を。アルカ帝国前方20万宇宙距離に接近。この船はなんて素晴らしいんだ。自分で航路を判断して我々をアルカディア号に案内してくれるとは。アルカディア号まで15万宇宙キロ。よし、長距離ミサイル発射用意。後方より大型ミサイル2機接近中。何？天台180度取り返しいっぱい。座標 S1 へワープすると見せて F2 へ。さらに Y7 へポイントを移動する。了解。今度は大丈夫だろう。うん、で、デスシャドウ。何？うわぁ！座標 T4A は？待て、ハーロック。お前の戦法は向こうに読まれている。何？デスシャドウはかつてお前の分身だった。つまり、デスシャドウのコンピューターはお前の戦法をそっくり記憶してるんだ。あ、キャプテン。これ以上逃げるのは無理だ。応戦するしかないぞ、ハロック。よし、全方向スタンバイ。目標、デスシャドウ。発射、用意。ん？どうした、ハーロック。早く砲撃命令を出せ。ハーロック。できない。俺にはできない。デスシャドウはかつて、俺の部下たちが赤い血で染めた船だ。撃つわけにはいかない。接近してとどめを刺せ。やめて、アルカディア号、撃たないで。ほら待て。向こうへ連れて行け。お願い、撃たないで。うるさい、早く連れて行かんか。やめろ、乱暴をするな。おじいちゃん、ねえ、撃たないで。お願いだからアルカディア号撃たないで。もし撃ったら私のパパが許さないから。何？私のパパは偉いんだから、宇宙で一番立派な艦長なんだから。本当にそう思っているのか？ええ、そうよ。砲角2度修正、砲撃待機せよ。そんな、艦長、今撃てば撃沈できます。言われた通りにしろ。はっ。目標、デスシャドウ。ただし、デスシャドウはこちらの戦法を読んで左へ旋回するはず。その寸前に空中魚雷を発射して裏をかく。俺の作戦の裏をな。
ントロール室大破。エンジンルーム火災発生。全部砲塔戦闘不能。よし、とどめをさせ。あ、待ってください。あの船にドクターと女の子が。何？お、確かに乗ってるぞ。ラミーベ、拡大転写してくれ。はい、キャプテン。どうしてあの船に。あの子は父親を探してるらしいんです。砲撃中止。なぜとどめを刺さぬ。なぜ、なぜだ。撃たないで。お願いだからアルカディア号撃たないで。そうか、お前はこの子の命を救おうと。こちらデスシャドウ艦長。ハーロック、応答してくれ。ハーロックだ、何か用か。今からそっちへ医者と女の子を引き渡す。何？艦長。心から慕っているようだ。よろしく頼む。よし、分かった。艦長、あんたまさか。バカなことを。私のように金欲しさに見る乱すのために働く男が、その二人をカプセルロケットでアルカディア号へ送り込め。果てしない宇宙の海、そこはまた真の男たちが生きるところ。この海でハーロックは再びデスシャドウに巡り会えるだろうか。